乾燥しに行きたいと思っております。はい、皆さんこんにちは、しゅなたんです。はい、今日はですね、ちょっと気分転換にホカンスをしに行きたいと思っております。ホテルに泊まりに行って、ちょっとなんか気分リフレッシュじゃないですけどできたらいいなと思って、今日はですね、とあるホテルに泊まりに行きます。すごく雰囲気のあるホテルでめちゃくちゃ気になってて、ホテルでの過ごし方というかっていうのも撮れたらなっていう風に思うので、まあ、そんな感じで今日はちょっと Vlog を撮っていこうかなって思います。では今からお家を出てそのホテルに向かいたいと思います。行ってきます。ホテルがすぐそこなんですけど、あ、これか、あった、めちゃくちゃ近い、ありました。到着しました。 DDD ホテルです。はい、ということでお部屋着きました。ちょっと軽くルームツアーをしていこうと思います。今回はね、 DDD ホテルってとこに来てます。じゃあまず入りますと、こちらに鏡がございます。ちょっともう荷物置いちゃってますけど、ちなみに今日のコーディネートはね、こんな感じ。ちょっともう靴脱いじゃったんですけど、このウエスタンブーツをね履いて、こんな感じで遠っていう遠すぎて何も見えませんが、こんな感じね。で、あのコートは羽織ってました、マフラーとっていう感じです。で、ここにタオルがありました。これがスリッパかな。あ、スリッパ欲しい。わあ、すごいモコモコスリッパだ。スリッパがありました。で、お部屋がじゃじゃん、こんな感じでございます。今回はちょっと大きめのお部屋、ツインルームを借りました。ダブルベッドが2つあります。で、こっちにはクローゼットがありますね。こんな感じでケトルとドライヤーか、ドライヤーと金庫、冷蔵庫かな。あ、お水が入ってる。お水後でもらおうとです。こっちが洋服かけれます。で、パジャマがなんかね、すごいこだわりあるらしくて、あ、確かに気持ちいい、このパジャマらしいです。で、窓が1個2個あって、で、こっち行くとね、ワークスペースがあります。あのね、ここのホテルは全体的にグリーンがモチーフ、テーマカラー、メインカラーになってて可愛いんですよ、すごくスタイリッシュで。で、ここがですね、すごい綺麗でした。せーの、じゃん、わおー、水回り
洗面台とシャワー。好き好きだよ。シャワー室、湯船はないですね。で、ホテルじゃないわ。なんでホテルって言ったの。トイレ、トイレ、トイレもこんな感じです。タイル張り、ガラス張りで、洗面所もこんな感じでタイル張りになってて、かわいい。めちゃくちゃシンプルでかわいいですね。で、あと最後、あそこに電球があるんですけど、これがね、すごい綺麗。ここにスイッチがあるんだけど、オン、おお、こんな感じで、すごい、これが雰囲気出てめちゃくちゃいい感じでございます。はい、ということでこんな感じでございます。ルームツアー、結構このホテルはコンパクトな感じですね。でもすごく雰囲気があって、フロントとかも綺麗だったし、カフェがあって2階に、でそこが夜は8時までやってるって言ったかな。ラストオーダーが6時で、で明日朝もやってるって感じか。で8時以降って言ったから何時だったかな、なんかラウンジ、ホテルの宿泊者様限定のラウンジになってますみたいな感じで言ってました。さあ着いたんですけど何をやろうかなっていう、全然何も決めてないんだけど、でも私は今お腹がめちゃくちゃ空いている。もうすぐ4時なんですけど、今日朝ごはん食べてからご飯を食べていないので、お腹が空きました。さすがにどうしようかな、なんかウーバーイーツもありかなって思ったんですよ。ルームサービスはね、なかったです。食事のレムサービスもあった。タブレットに書いてあるのかな、メニューみたいなのってないのかな。なんかでもここはどっちかっていうと多分カフェ系なので、夜ご飯どうなんだろう、あるのかな。ウーバーイーツにしようかな、せっかくだしウーバーイーツしよう。なんかすごい音鳴ってますね外なんかすごい音鳴ってる。何にしよっかな、何が食べたいかな今でもめちゃくちゃお腹空いてるんだよな。決まりました、こちらの韓国料理屋さんかなで頼んでみようと思います。なんかタコの炒め物みたいなやつがあって、それ私すごい食べてみたくて気になってるんですよね。だからそれをちょっと頼もうと思う。チュクミビビンパ弁当、チキンも頼みます。4本セットがあるから4本セットにしよう。やばい、めちゃくちゃお腹空いてきた。いけました、イエーイ、お腹空いた。じゃあ到着まで待ちます。じゃーん、届きました。わーいわーい、やば、めっちゃあるめっちゃあるな。小松菜のナムルと、こちらはチキンですね。チキンさんがいます。サラダ、スープもある。スープ危ない。うわすごい、じゃん。こちらが私が気になってたタコのやつ、ビビンバにしました。わーい、おいしそう、お腹すいた。じゃん、今日の私の夜ご飯です。量えぐ、うわ美味しそう、いただきます。やばい、本当にお腹すいた、本当にお腹がすきましたと。いただきます。うん、美味しい。わかめスープ、サラダもいただきます。うん、美味しい。うん、すごい、これいただきます。食べてみよう。うん、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 あ、でも結構辛い、結構辛いかも。あ、でも美味しい、正解だわ。私このホテルはね、インスタで見つけました。このホテルを誘おうと思って今回たんですけど、必要最低限な感じで、すごいコンパクトでとっても居心地がいいです。めちゃくちゃ綺麗、とりあえずできたばっかりとかなのかな。みんな知ってました、ここ DDD ホテル2019年5月オープンだって。じゃあ割と最近、まあ、でももう2022年だから3年前とか。あ、結構辛いかも結構辛いかもしれない。
美味しいけど、まあまあ辛いな。おお、辛いな。チキンも食べてみます。これはなんかめっちゃ辛そう。赤辛いかな。でもヤンニョムだからまだ大丈夫かな。いただきます。うんうん、これは大丈夫だ。うん、こっちも食べてみよう。これがチーズって書いてありました。うんうん、うんうん、ちょっと甘めです。美味しい、うん、全部美味しい。ここ当たり。ビビンバがちょっと辛かった。最近やっぱホカンスしてる人多いじゃないですか。前も一回行ったんですけど、本当にたまにするんですけど、なんかいつかやっぱすごい大きいところ、有名なところとか泊まってみたいですね。もう超お部屋広くてみたいな、無駄にスペースあってみたいなとこ泊まってみたいな。なんかおすすめあったら教えてください。皆さんどこが有名なんだろう。なんだっけ、リプトン。リプトンは紅茶か、なんとか東京みたいな、ありませんでした、リプトン東京みたいな。やっぱちょっと一人だと寂しいから、やっぱりそういうところは友達と行きたいな。まあとりあえずご飯ゆっくり食べます。はい、ということでご飯食べ終わったので、今からちょっと編集をしていきたいと思いますなんか喉がガラガラだった。はい、じゃあやっていきます。はい、ということで、じゃあちょっと作業も一旦一区切り終わったので、お風呂に入っていきたいと思います。明日もちょっと早起きをする予定なので、早めにお風呂に入っていこうと思います。はい、ということでお風呂上がりました。ちょっと今パックしていて、あんまりうまく喋れないんですけど、もうホテルで泊まるときは乾燥がやっぱりちょっと怖いので、よくパックをします。今日はこれ使ってます。ドクター G のやつ。めっちゃプルプルなんですよ。これわかるかなって、プルプルのやつ。これはめちゃくちゃ保湿をしてくれるやつなので、これでパックをしてる間に足のマッサージをします。ぐらいに起きる予定です。頑張ります。でも今まだ10時とかなので、多分起きれると思います。ということで、おやすみなさい。おはようございます。昨日ね10時に寝たので、さすがに早起きでした。めちゃくちゃ今
5時40分。早起きすぎて面白い。てかマジで顔がむくみすぎて終わった。もうあんまり食べなければよかったんですけど、まあでも切り替えます。そんなことはどうでもよくて、ちょっとさすがに早起きすぎたので時間があるのでシャワーとか浴びようかなって思ってます。本当はね5時ぐらいに起きました。やっぱなんかホテルだと寝つきがあんまり良くなくて、前もそうだったんですけど途中でなんか起きましたね。2時半くらいだったっけな。3日起きて、てか顔がマジで、ちょっとメガネ取っとこう。メガネって本当に目ちっちゃく見えるんですよ。むくみすぎだろ。で寝たんですよ。え、まだ2時半と思って寝て、でパッて次目覚めた時に、あ、やばいかもみたいな、もしかしたらめっちゃ寝たかもって思ったらまだ2時50分だったっていう話です。分かんない、あれ夢だったのかな、分かんないんですけど、よく。とりあえず今5時40分なので全然時間あるので、今がちょっとパパッとシャワー浴びていきます。で今日ゲットレディウィズミーも撮ろうと思ってるので、それはまた後日、ちょっと時間空くかもしれないですけど後日会えますっていう感じです。じゃあお風呂に入ってきます。シャワー浴びてきます。はい、ということでお風呂から上がってさっぱりしました。なので今から準備していきます。はい、ということでこんな感じで準備完了しました。またこの準備動画はね後日上がると思うので、ぜひそちらも見てみてください。で今まだ8時50分、なんかまあいろいろやってたらこの時間になったんですけど、8時50分 でお腹めっちゃ空いてるから、あのカフェに行ってみようかなって思ってます。今回のプラン的には朝食はついてないんですけど、もし大丈夫そうだったら行ってみようかな、せっかくだし。チェックアウトまでまだ全然時間あるので、ちょっと腹ごしらえに行ってみようと思います。この席めちゃくちゃいい雰囲気。ここにします。ちょっと時間外だったらしいんですけど、大丈夫ですよって快く言ってくださって食べることができます。本当はなんか朝ごはんは前日予約制らしいので、カフェメニューを今回はいただけることになりました。申し訳ない、嬉しい。じゃあ到着を待ちたいと思います。なんかめちゃくちゃ雰囲気のいいカフェになってるので、すごいゆっくりできそうだなっていうところです。届きました。ベーグルサンドを頼みました。美味しそう。こっちはアイスのルイボスティーです。いただきます。美味しいです。チーズが入っててクリームチーズかな、とお野菜とベーコンとトマトバジルソース、うん、
チーズがめちゃくちゃ美味しい。パンもふわふわです。私トマト嫌いなんですけど、これはあの火が通ってるから食べられます。美味しい。ピザに乗ってるトマトみたいな。はい、ということで帰宅しました。帰宅部屋に戻ってきました。めちゃくちゃ美味しかったです。ベーグルを今回頼んだんですけど、もうパンふわふわだし、中のあのジェノベーゼソースかな、あれとトマトとベーコンと葉っぱ水菜、なんかすごい美味しかったです。とりあえずあとチーズも入ってたか。めちゃくちゃ美味しかったし、すごい雰囲気のいいカフェだったので、昨日夜ラウンジとして使えるみたいなの言ってたから行けばよかったなっていう感じですね。ちょっとそこで作業してればよかった。絶対居心地いいと思います。はい、ということでちょっと今回は DDD ホテルっていうところにホテルステイをしに来たので、ホテル Vlog を回してみました。いかがでしたでしょうか。すごいお部屋もね、ちょっと今布団が着なくなっちゃってますが、お部屋もすごく綺麗だったし、駅からも近くてめちゃくちゃ交通の便も良かったし、いいホテルステイができたかなと思います。はい、ということで今回はこんな感じで私のホテルステイ Vlog でした。またいろいろとね、ちょっと泊まりに行けたらその時も動画回そうかなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。